こんばんは、バサタカヨです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。もう11月も半ばです。あと1月半ほどで2022年が終わってしまいます。その2022年をきれいに終わらせるためにも大掃除、そろそろ気になっていらっしゃらないでしょうか。私はいつ掃除始めようかなと考えていました。今日は皆さんにぜひ運気のいい日にお掃除をしていただきたいと思うので、11月、12月に残されている運気のいい日をお伝えをしたいと思います。ではまず一粒万倍日、皆さん、名前はね聞いたことがあるんじゃないでしょうか。私たちがね毎日よく食べているご飯、お米というのは一粒のお米からね、その万倍にも増えるという意味で、その日に始めたことは、どんどんこうね栄えて増えていくとかね、いいことがこう倍々に良くなっていくという、そういうイメージですね。でとても縁起のいい日になっていますので、何か物事を始めるというのに向いていると言われています。仕事を始められる方、開業日にするとか、引っ越しをする、結婚をするなんかもいい日ですよね。私たちは運気を上げるという時についつい何かすごいことをしないといけないんじゃないかというふうに思ってしまうんですけれども、考えてみていただきたいんですけれども、元気というね漢字があると思うんですけれども、それは気を元にするということなんですね。私たち本来は元気な状態であって、何もなければいろんなことができる可能性を持っています。才能も持っています。ですがいろいろな、環境であったり人間関係、いろんなことでどんどんこうねエネルギーが下がっていってるんですね。それを上げるというか元に戻すだけで十分自分の力を発揮することができますよということなんです。ということは、この気、私たちの気の状態が良い状態になることを作ってあげることが開運への道なんですね。ですから縁起のいい日に、自分の気がいい状態になれば、それがこう増えていく、それがずっと続いていくというイメージを持っていただけるととてもいいイメージになってくると思うんですね。ぜひ一粒万倍日や他にもお伝えをしていきますので、いいお日柄選んでいただいて、綺麗にお掃除をして気がいい状態になる、そういう環境を作っていきましょう。ではまず一粒万倍日は11月の16、17、29、そして12月は12、13、24、25です。残念ながらというか、土曜日、日曜日に当たるのは24、25だけになります。あとは平日になりますので、少しやりくりが必要になるでしょう。では、他にも天赦日というのがあるのですが、もう今年はありませんので割愛します。木の絵ねという日もありますが、それも今年は終わってしまったので割愛します。鬼祝日、鬼祝日という日があるのですが、その日も縁起がいいですので、ぜひお掃除をしていただきたいと思います。12月の9日になります。あとは巳の日もいいです。11月の24日、12月の8日になります。あとはおなじみの大安ですね。11月は19、24、30、12月は6日、
12日18、28になります。この中で皆さんがご都合がつく日にぜひお掃除をなさってみてください。お掃除には部屋をきれいにするということもありますが、整理整頓だけでなく、いらないものを捨てるということも重要なことになります。いらないものに囲まれていると私たちの気、エネルギーを奪われてしまいます。ですからできるだけもういらないなと思ったものに関してはできるだけ処分してしまいましょう。自分の好きなものに囲まれた毎日、そして気のいい状態のお部屋にいるということはとても自分のモチベーションをアップさせてくれたり、何か作業をするにあたっても効率をアップさせてくれます。最終的に得たい結果を得る早道になります。ぜひ運気のいい日を活用していきましょう。年末にかけてとても忙しくなってくると思います。ぜひご都合をあらかじめ決めておかれるとスムーズにいくと思いますので、これからカレンダーに日程を決めて書いておいてください。次回は時間のない皆さんにここだけは絶対にお掃除をしてほしいというところをお伝えをしようと思います。そしてお掃除をする場所によって何の運気につながるかということもお伝えしたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ではあと1ヶ月半になりましたが、今年も皆さんが健康で運気アップして人生を楽しめますように。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。